酸素濃縮器。酸素濃縮器とは、空気を吸気し、高濃度の酸素を排気する、医療機器のことである。主に呼吸器疾患などの患者が自宅で酸素を吸入する在宅酸素療法、ホームオキシジュナンセラピー略称ホットのために使われ、PSA 式、口述の製品が多い。またパナソニックは、健康増進向けに、酸素不可膜式、 工術の家庭用酸素濃縮器を販売。近年、健康目的で酸素バーや自宅などで高濃度酸素を吸入することが流行している。また、バーナーなどの燃焼機器の高効率化のためにも使用される。酸素濃縮器といっても、酸素と窒素を分離する装置なので、逆の構造に作れば、窒素濃縮器になる。医療用酸素濃縮器は、 日本国内では50万円から80万円程度で流通しており、個人が購入する際もこの程度の価格であるが、米国内では900ドルから2500ドル程度、10万円から30万円で流通してり、個人輸入業者を使用するなどの方法で、日本国内へも無関税で輸入できる電圧区分に注意。なお、 日本国内で流通している製品は個人向け販売をしない場合も多い。例えば定人やテルモなどの主要メーカーでは医師の処方箋を必要とすることから販売ではなく患者向けのレンタル業務を主体にしている。最近では健康ブームに乗り酸素バーを代表とする酸素ビジネスとしての健康酸素の押しくきも流通している。20万円から70万円程度。 個人向け販売もか、個人用から業務用までニーズに合わせて選べる。大規模な化学プラントなどで酸素を自家使用するのに使われたり、燃焼関連の設備で効率上昇のために使われたりもしている。より大規模に製造する場合は、心霊分離式が使われる。心霊分離は空気の圧縮と減圧によって空気を液化させ、得た液化空気を分流することによって、 酸素を得る。この時、窒素、アルゴンなどが同時に得られ、工業ス製品となる。吸着式、吸着型とも呼ばれる。シリンダー内に窒素を吸着する機能のある特殊な、ゼオライト、モレキュラーシーブを入れ、加圧と減圧を繰り返すことにより、空気中の酸素と窒素を分離する型、プレッシャースイングアドソルパション略称 p s a 酸素97%程度まで濃縮が可能である。コンプレッサーを使用するため騒音が気になる場合もある。室温が高いほど酸素濃度は低くなり、室温が低いほど酸素濃度が不安定になる。また、ゼオライトは、湿気やタバコの煙や油煙に弱いため、湿度が極端に高い場所や喫煙者の近くや、台所に設置して使用すと、酸素濃度が低下、タバコや、 油煙の油でフィルターが目詰まりを起こしコンプレッサーの冷却が不十分となり故障の原因になるので設置場所は十分な検討が必要になる。医療用酸素濃縮器の主流はこのタイプ。一般的な製品の性能は酸素87%から95%程度であるが意図的に酸素濃度を40%程度に抑えた製品もある。量は 毎分3リットルから5リットルの製品が多いが、10リットルの製品もある。PSA 方式は、この他にも、各種ガスの分離に使用されている。酸素負荷膜とは、酸素と窒素を分離する膜で、空気を通すと窒素より酸素が多く透過する特徴がある。原理的には、コンプレッサー、真空ポンプなどの空気圧のみで、機能できるが、 ろ過前の部分に高濃度の窒素が蓄積されるので、排気ファンが必要。コンプレッサーによる加圧、減圧の往復運動がないので、騒音が少ないなどの利点があるが、原理上、濃縮性能は条件にもよるが、酸素28%から40%程度である。室温が高いほど、塗質量は高く、酸素濃度は低くなる。なお、酸素不荷膜を多段使用すれば、 より高濃度の酸素突出も可能。酸素深膜式の製品例としては以下のようなものがある。提人は医療用酸素濃縮機、マイルド酸素、酸素約40%シリーズを製造している。パナソニックは家庭用健康機器として酸素濃縮機、酸素エアチャージャー、酸素約30%や酸素エアコンディショナーや酸素給湯器を発売している。 ヤマハ発動機の関連会社ワイムアップは家庭用健康機器として酸素の縮茎オキシクール32酸素約29%を発売している。2種類の薬剤と水を使用して反応させ100%の酸素を発生するペットボトル型の携帯に便利な携帯酸素発生機がある。これは 大がかりな酸素濃縮器ではなく安価なので健康増進分野をはじめ国内旅行、海外旅行、さらに登山や高知の旅行の高山病予防などにかなり利用されている。この発生器は環境汚染がなく安全性が高いので日本旅行医学会が旅行中の健康医に最適と推奨をしている。この発生器はオーツフォレストの商品名で株式会社キートロンが 発売している。ランニングコストは安く使用するときに酸素を発生させるので安全性が高いので、航空機へ持ち込める唯一の酸素発生機である。ただし、手荷物としては持ち込めない。吸入にあたっては、酸素マスクや鼻空、蟹ラが利用されるが、よほど大流量の機器でない限り、機器の酸素と質量は人間の吸入量よりも低いので、 吸入時にはマスクなどの周辺の空気と一緒に吸することになる外部リンク、低人の図算を参照。このため90%程度の製品でも実際の吸入濃度は著しく低下する。なお酸素ボンベの場合はガスを無駄にしないために特に息を吐く時期には酸素を流しても無駄になりやすい呼吸道長期や袋付きマスクを使う場合も多い。付近に 可燃物を置いたり、火器のそばで使うことは危険であり、厳禁である。高濃度の酸素を吸入する際には、アルコールなどの可燃機体が、気管や肺にあると肺の中などで発火する可能性があるので、飲酒など可燃機体を含む飲食の後は危険である。にもかかわらず、タバコ、カトリンコ、各種ストーブやコンロ等による火災事故が後を絶たず、患者の意識とモラルが問われている。 タバコの吸い吸いにより呼吸器疾患に罹患したにも、かかわらずいの指導に従わず禁煙しないなど、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。